私は小さい頃から人の心の声が聞こえ、死人とも話ができ、ちょっと先の未来も見ることができた。そんな私の力を見抜いた警察庁は、私を特殊公安特別捜査予備隊のメンバーに引き入れた。まだいたの？なんでやり続けるの？現場の方にいらしてください。すぐ行きます。その大森奈美は管理社会に抵抗するレジスタンスのメンバーなんですよ。Get off!